フィリピンヒゲの獅子は、フィリピンに固有の4種のイノシシの一つである。他の3つの固有種は、ビサヤ諸島の SC ビフロンズ、ミンドロ島の S オリーバリー、パラアン島のパラワンヒゲの獅子である。フィリピンヒゲの獅子は、顎の付近に2体のコブと、コブから外側に向かって生えるヒゲを持つ。フィリピンヒゲの獅子には、少なくとも2つの足が知られている。 フィリピンヒ髭の獅シ子の元々の生息域は、フィリピンの西側、具体的には、ルソン島、ビリラン州、サマール島、レーテ島、ミンドロ島、ミンダナオ島、ホロ島、ポリロ島、カタンドゥアネス州等である。ルバング島及びその周辺のイノシシは別種であると考えられている。さらに、かつては標高2800メートルまでの大部分の生息域で見られたが、 現在では生息域の喪失と罠による過剰捕獲のため互いに離れた森に生息している。ボホール州や渋谷島でもイノシシの存在が報告されているが、これらがどのような種であるかはわかっていない。ヒゲイノシシと非常に近縁で、実際にかつてはパラワンヒゲイノシシと同様にこの種のア種シュであると考えられている。パラワンヒゲイノシシも現在は、 アッシュではなくフィリピンの固有種とされることが多い。森林破壊による生息域の減少等のため、家畜の豚と接触する機会が多くなり、これら2種の根血が報告されている。そのため、フィリピン悲鳴の獅子の遺伝的汚染が問題となっている。ありがとうございます。